どうも皆さん、おはようございます。クドヘルレイザー、無駄にかっこいい召喚ムービーリュウです。さあ本日なんですが、 KC 突破シリーズ、KC カップ、皆さんお疲れ様でした。今更なんですが、 KC ファースト突破したデッキシリーズ、いくつかディスコードに届きましたので、そちら何個かご紹介していきたいと思います。強い、デッキはもういくらでも転がっていると思いますので、私のチャンネルでは、注目されていない、環境外と、呼ばれているデッキで KC カップを突破された、素晴らしい皆さんのデッキをご紹介していくコーナーが非常に人気となっておりまして、本日はアクセルシンクロデッキです。行くぞユウさん、ユウさん、アクセルシンクロは光を超えるということで、今回のこのデッキね、村上さんというね、方がディスコードに投稿していた、していただいたデッキなんですが、ですね、アクセルシンクロのこのスターダストクロニクルを出していくというデッキとなってましてですね、やっぱね、その初動札が結構多いので、割とそんな事故ないですね。これ今使ってみましたけど、結構楽しい、非常に素晴らしいデッキとなってます。どうやってこいつ出していくかっていうと、一旦では出せないんだけど、ライティードライバ ライティードライバーってこれレフティー出してこれるんですけど、レフティーって自身が読書感成功するとレベル3になれるんで、4シンクロがこれできるんですよ。一応1枚でライティーって4シンクロまたは3シンクロかなので、ハストール、が出せるんですね。で、こいつ自身の効果でレベル3になれるんで、結構サイコビルダーとか、サイコトラッカーとかも結構相性が良くて、で、またガンガン特殊感していけると。で、そこで、この3、3を使って、こう、6シンクロ、コーラルドラゴンを出して、で、コーラルがチューナーなんで、コーラルとハストールで、クロニクルみたいな。で、ハストールはフィールドから墓地を送られると、相手の、デモンズチェーンみたいなことするから、で、それもまあ、そこそこ相性がいいし、そのデモンズチェーンを例えば、ゴズミックサイクロンで割ったりとか、自分で割ったりとか、ダブルサイクロンで割ったりとかすると、相手のモンスターパクれたりもするんで、まあそこそこやっぱりね、その動きは強いですね。で、あとは土球部隊とかとも相性がいいですよね。結構ね、ハストールあたりは。ね、もちろんこのコーラドラゴンも結構フィールドから墓地を上げると、ワンドローできるんで、土球部隊とかとも相性がいいし、あと単純にその、事故った時にレフティドライバーを土球部隊でぶっ飛ばすっていうことすると、レフティってこれめっちゃ優秀で、墓地のこいつを除外すると、デッキからライティ持ってこれるんですよ。片割れ持ってこれるんですよ。で、ライティが初動なんで、これめちゃくちゃいいんですよね。この組み合わせって。これよく考えられてるなと思いました。で、まあもちろんそのレフティをコストにしてエネコンでパクるとかもあるし、結構いろんな、動きは、あるかな。この単純な構築に見えて意外といろんな動きがあるかなっていう感じのデッキとなってます。やっぱね、クロニクル出せんのは熱いね。星紡がれる、なんだっけ、星流れる後に紡がれる全ての思い、繋いでいきましょうよ。繋いでいきましょうよ。エクソユース、アクセルシンクロ、光を迎える。光を超え、未来を切り開くんだ。デュエル、スタンバイ。さあ、お会いしてる方、ヒトデマン、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。なあ、反動結構強い。はい、オッケー。コスミックサイクロあるからいい。大丈夫。でもね、コスミックサイクロンねと、ブラマジで勝てるんだよな、マジで。先行ブラマジ、マジ、コスミックサイクロンねともう無理だからよ、基本的にはよ。このカード必須っておかしいね、やっぱな。きついが、まあ、とりあえずドローしていく。サイクルレーターも強い。あ、これめっちゃ強いね。これめちゃくちゃ強いわ。ライティードライバー召喚して、ライティードライバーの効果を発動。さあ、デッキより、レッティードライバー、ラフティードライブ、ラフティードライブ、うるさいね。レフティードライバーをの効果を発動。さあ、レベルを3に上げていく。さあ、このレベル3になったことによって、3を特殊召喚することができるようになったぞ。さあ、これで、おっと、ブラックローズされるかもしれない。おー、まあ、なるほど、マジシャンズ。ナビゲート、ブラックローズされるかもしれないという、恐怖をなんとなく与えながら、オッケー、それはオッケー。で、魔導陣の効果もオッケー。これはブラックローズ入れた方がいいな。これはブラックローズ1を入れた方がいいわ。こういうことが起きるから。だから、皆さんブラックローズ入れましょう。まあ、とりあえずコズミックサイクル打ちまーす。コズミックサイクル打って、で黒の魔導陣を飛ばしていく、ここにチェーンして、ダブルサイクロン、うん。はい。で、そのカードも破壊させていただく。さあ、これはなかなか強いぞ。バチョーン！オッケー。ナビゲート、マジシャンズナビゲートオッケー。ナビゲート2個使えばいいのにね。ナビゲート2個使えば、一応魔法カード2回突破できるのにね。まあいいや。で、ハストール。はい。で、ハストールからの、サイコビールだ。はい。
強いわ、これ強いわ、これ強いわ、この動き強いわ。これやっぱね、ブラックローズの方がいいね、多分レベル7のシンクロ体。さあとりあえずコーラルドラゴンをシンクロ召喚し、サイコビルダーの効果を発動していく。さあまずこいつをぶち殺した後に、そしてこれはもういくでしょ、レベル4コシン発動に、レベル6コーラルドラゴンをチューニング、星流れる後に紡がれる全ての思い、金色のトローにこの世界を満たさん、アクセルシンクロ高来せよ、新鮮交流スターダストクロニクル、これがロマンよ。そしてコシンハスターの効果を発動する必要性がない、コーラドラゴンの効果を発動しワンドローは入れていく、ほらバトルフェイズだ、シューティングシャインブラスト単子力、かっこいい、かっこいいわ、やっぱかっこいいわ、アクセルシンクロ最高や。ユース、これがシンクロ召喚の先にある新たなる可能性だ。ユース、黒の魔導陣などという甘えたカードに頼っているようでは、今の決めでは私は倒せない、信じるんだ自分の可能性を、限界を、イエス、シューティングシャインブラスト、対戦ありがとうございました。さあお相手の方、ユーギーす、ユーギー、ユーギー。さあレフティーライティー揃っている必要性ないので、ちょ基本的にそのライティーさんだけ来ればいいんですよ。ちょレフティーさん来る必要ないんですよね、あんまり。セットオッケー、セットセット、なんだろうなこれ、これなんだセット、あ、ドッキュー来たか、まあ、とりあえずライティドライバーを召喚、ライティドライバーの効果を発動。さあデッキに眠りしレフティドライバーを特殊召喚すると、手札にめっちゃ引いてるが、手札にめちゃめちゃ引いてるが、さあレフティドライバーのモンスター効果を発動しレベルを1個上げていく。さあレベル3とレベル1が揃っていく。これでね、一応レベルコピーすると、なんだ、5とかもできるんですよね、一応多分。さあとりあえず、まず1回コシンハストール出して様子を見ていく。さあコシンハストール選手を出して様子を見ていくが、おそらくこれ多分アレイスターなんじゃねえかなと思うんだけど、まあ、サーチ入れるのはしょうがないかな、1回セットですね。でこれバトル入りましょう。で1回これ入れさせていただいて、多分アレイスターだと思う。遊戯でセットしたモンスターってほとんどアレイスターだから、違ったらごめんなさい。さあなんか考えてんね。さあバトルフェーズ考えている。さあ何かはある。アレイスターした、オッケー、アレイスターでした。もうアレイスターゲーなんだよな、デュエルリンクスって本当に。もうね、召喚獣ね、よくないと思う俺、あの何回も言ってるけど、その召喚獣実装しちゃったらもう召喚獣にデッキ飲み込まれるからさ、召喚獣ってね、よくないんだよね基本的に。 OCG でもそうなんだけど、その結局なんかいろんなデッキタイプあるんだけど、その召喚獣入れちゃうと飲み込まれるのよ。だからなんかその1枚でやっぱ出せるじゃん、あのアレイスターって、アレイスターじゃねえや、召喚獣って基本的にアレイスター1枚で。だからね、あんま良くないんだよね。しかも相手の墓地のカード使うとかも意味わかんないから言ってることが、本当にお前自分融合っていう概念知ってるっていうね。自分の手札の2枚の、まあ、手札かフィールドのモンスター2体と、もしくは墓地のモンスターと、その融合というカードをその基本的には使うべきなんですよ。こいつさ、なんでさ1枚でさ融合持ってきて相手の墓地と融合すんの、言ってること意味わかんなすぎない。エネミーコントローラー、エネミーコントローラー、エネコン死なないからいいんじゃないかな、さすがに死なないと思うんだよね、多分死なないと思うんだけど、死ぬよ俺。え、これ死ぬことあるのかな、まあ、でも横にすれば多分死なないと思うんだよね。召喚獣をアレイスだったところで、召喚魔術は別にいい、召喚魔術は別にいい。これさ、なんか3体出てきたら本当ごめんなさいなんだけど、はい、はいはいはい、でラバゴーレも OK で、プルーが大先生来た、大先生出てきた、で大先生横だね、だから大先生は横、はい OK、 回収も OK、 はい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  OK。 やっぱエネコン入ってる召喚獣とかもうほんと犯罪でしかないんで犯罪者でしかないんで、それはバトルフェーズ入っていく。あ OK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 、 多分知らない、
でバトルステップ入って、エネミーコントローラーで横向かして、でこれでライフ守っていく。はい。で、まあ、一応相手のミス待って、次のプルーガ先生のバトルステップまで待ってもいいですけどね、これね。たまにプレイングが本当にお猿さんだと割と攻撃宣言とかになんかゴリゴリ打ってくれる人いるんで、アレイサーを。で、レフティー効果、ライティー、ライティー、ちょっと若干邪魔ってなんだよな。ドキュー部隊あるから、ですね、雑にコスト使います。すげえ雑にコスト使うのは嫌な。スキルレベルコピー発動、ね、個人発動量レベル3にして、これ出して、はい、でこれ出した瞬間、ドッキリ舞台していく。雑すぎん、このコスト使い方雑すぎるんだけど。こんな最高、悲しいさ、最高トラッカーの使われ方あります？悲しすぎない？はい。クリボールあんの？クリボールあんの？なんか全然サレンダーしねえけど、クリボールあんのか？ちょっとどれ出すの？はい。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 クリボールあんの？なんかサレンダーされないんだけど。いや、バトルフェーズ入っていく。ちょ、やめて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 。あ、ねえわ。ないんかーい。それは甘え。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方は、インリン・オブ・ジョイトリさんじゃないですか。よろしくお願いします。デュエル3倍。最近あんまり見ませんね、インリン・オブ・ジョイトリさん。これちょっと、まあ、レフティーか。レフティー、コピーするしかない。まあでもこれ次のね、ムーブも一応予約してあるんで、まあそれはそれでいいですね、これは。これはこれでいいでしょう。まあちょっと先行ですけども、こうしていきましょう。レフティセットかコーラル出すかどっちかなんですけど、まあとりあえずコーラル出しておいて、でまあまあこれでもワンドロフありますし、で、レフティ次、除外すればライティ持ってこれますからね。さあ、イザヨイアキ選手、局所やめて局所やめて、何これ、ワンキルされんのこれ、ワンキルされんの、ウィード、ワンキルはされなそう。4か、ははは、4、ハストール、はいはい、ハストールさんですか、誰、誰よ、お前誰や。このカードが特殊感されたモンスターと戦闘後のダメージステップ開始時に、ダメージ使用上に倍になる、やばいこと書いてんな、進化召喚してこのカードが墓地を勝つ案のエンドフェーズに、スピードロイドを、食ってるなんか、なるほど、はあはあ、ファイトラッパ、